どうも皆さんこんにちは。今回もモンスターハンターワールドやっていきます。今回はですね、お金稼ぎの方法、結構金欠になりがちじゃないですか。モンスターハンターワールドって金欠になりがちなんで、お金稼ぎのね方法、効率的に行える方法っていうのがちょっと今一部で話題になっていまして、で僕もこれフレンドさんから教えていただいたんですけども、追いはぎの総意っていう特殊装具、皆さんご存知ですかね。追いはぎの総意っていうのがあるんですけども、追いはぎの総意はですね、これどういう総意かっていうと、使うとモンスターに攻撃した場合、モンスターが換金アイテムを落としてくれますよっていう特殊装意なんですよ。特殊装具なんですよ。今追いはぎの総意来ました。これでモンスター、これ今回ドスジャグラスの上位なんですけど、ドスジャグラスをバンバン攻撃します。でね、これどうやら、あ、今光りましたね。これその装具が光った時に落とし物を落としてるんですけど、その落とし物が後々、まあ、ある程度1000ジェニーから3000ジェニーぐらいですかね、そのぐらいで一つ一つ売れるので、結構ねたくさん落とせばいいわけですよ。つまりでね、その換金アイテム自体は1000から、まあ、3000ジェニーぐらいで、そんなに高くはないんですけど、ただ結構手数が多い武器だとたくさん落としてくれるんですよ。だから体験とかよりも、僕今回双剣で来てるんですけど、双剣とかだとものすごくたくさん落としてくれるんですよね、落とし物を。なので最終的に落とし物が多く、ゲットできるのと、それからそもそものこのクリア報酬、報酬金、クエストのクリアの報酬金、それからクエストのクリアした時の、クリア報酬素材、これをすべて売却します。そうすると、まあ、どのぐらいになるかっていうことですよね。これなんでドスジャグラスにしてるかっていうと、クエストが終わるのが早いからです。弱いから。これが大型モンスター、他の大型モンスター、例えば強い、なんだろう、テオテスカトルとかクシャルダウラとか、あの辺に しちゃってもいいんですけど、時間がかかるのであんまり効率的ではないんですよね。でしかもそんなにたくさん落としてくれるわけじゃないので、落とし物をこんなにドスジャグラスのように高速できないですからね。今こうやって落ちてるこの金色の、これが落とし物なんですよ。これが換金アイテムの落とし物でございます。これ結構落ちますよね。こんだけ落ちますから、これをあとあと全て売りますので、ちょっとね、大体全て1回のクエストでどのぐらいになるかっていうのと、あとね、今回ちょっと30分くらいやってみようかなと思って、これをひたすらやり続けるっていう30分間、そうすればどのぐらいお金が増えるのかっていうのをね、ちょっとね検証してみたいなと思っておりますので、さあ結果、まあ、ドスジャグラス大体2分10秒、まあこれ結構早いですよね。でこのクエスト報酬、あと追加報酬、これ全て売却します。そうすると 17,720、 さらにこのクリアのクエスト報酬金、これが4500ということでございますね。それから、さっきの落とし物なんですけど、落とし物は大きな鱗、これが1000ゼニーで10個、10個ですね、1000ゼニーで10個、それから、まあ、大体1回のクエストに10個で、綺麗な鱗、こちらが、まあ、2000ゼニーで3個、まあつまり1万ゼニーと、それから6000ゼニーですね、これが落とし物の値段ということですね。今回の結果です。今回の結果、1回のクエストでかかった時間がまあ2分10秒、これね、だいたいね前後の労働時間とかいろいろもろもろ含めるとだいたい5分くらいはかかるかなっていう感じですね。で素材売却額が 17,720 ゼニー、クエストクリア報酬が4500ゼニー、換金アイテムの落とし物売却が16000ゼニー、締めて38,220 ゼニーでございました。1回でね。でね、今回ちょっと検証だったので、これをですね、30分やり続けました。同じドスジャグラスの討伐、これをひたすら30分間やり続けて、追いはぎの装備を着て、やり続けた結果、ですね、約30分かかって、ドスジャグラスが討伐できたのが6体。で、平均クリアタイムだから、労働時間も含めれば5分ですね。およそ5分。で、検証前のゼニーがですね、364,262ゼニーだったんですけども、検証後、30分後には、63万
3542銭になっておりましたので、増加額が269280銭と、1回平均ですね、まあ、大体44880銭ということが分かりましたので、これかなり効率いいんじゃないかなというふうに思います。やり方としては、追いはぎのね、ソイを持っていって、まあ、武器は何でもいいんですけど、とりあえず手数の多い双剣とか、あの辺で、やっていただければ一番落としやすいのかなとか、換金アイテムを。で、調査クエストでも何でもいいんですけど、弱いモンスターの方がいいと思うんで、ドスチャグラスが一番いいんじゃないかなと。で、クエストを受けていざ出発していただいて、で、1回の、クエストで、報酬金と、あと素材を売るのと、落とし物を売るということを、まあ、繰り返していただければ、まあ、自然とね、お金が貯まっていくんじゃないかなというふうに思います。では最後にですね、追いはぎの装備の入手方法、こちらをご案内しておきたいなと思うんですけれども、回なのでそんなに難しくないです。カテゴリー選択のこのクエストフリーですね。フリーの星5の、最強最強最高副祭、リオレウスとリオレイヤの同時討伐クエストですね。古代史の森。こちらをクリアしていただければ、追いはぎの装備が手に入りますよ、ということでございます。それが一応ですね、まあ、大したことないんで、すごく適当につけた装備なんで、あまり参考にならないとは思うんですけども、一応ですね、攻撃力とかだけ見せたいので、装備一覧見せましょうか。今言ってた装備。双剣も全く最終強化してないです。ツインネイルっていう、氷属性210、爆破属性210、回線率 10%、攻撃力238っていう双剣ですね。これ使ってました。で、防具は、なんでもいいんですけど、ドスジャグラスそんなに被弾しないんで、まあ、一応キリン、ベータ、見た目重視の、完全に外見重視のキリンベータと、キリンベータ一式ということでございました。まあ、ある程度ね、強い武器だったら何でもいいんじゃないかなと思います。以上でございます。動画、気に入っていただけましたらですね、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。また、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。